腹筋やプランク頑張ってるけどなかなかお腹がへこまないんです。そういった方は実は姿勢に原因があるかもしれません。腹筋ばかり行って逆に背筋を行わない、下半身や胸背中などの筋肉は使ってるけど腹筋はあんまりしない、そういった筋肉の偏りが起きてしまうと反り腰または猫背になってしまってお腹が出てる姿勢になってるかもしれません。今回は骨盤を正しい位置に戻してくれるキャットバックの応用編を紹介していきます。たったの30秒です。今回は初級、中級、上級と3種目紹介していきます。初級だけ行ってもいいですし、上級だけやってもいいです。レベルに合うものをやってください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、お腹をへこませる姿勢を手に入れるキャットバックの応用編として紹介していきます。今回の動画を最後まで見て実践することで骨盤の角度が正しい位置に戻ったり、お腹をへこませる姿勢というのが身につきます。正しい姿勢が身につくことでお腹が引き伸ばされて、いつもお腹がへこんだ姿勢をキープできる。お腹が引き伸ばされることによってお尻の締まった状態ができて、反り腰でお尻が出てしまっている、そういった姿勢を改善することができます。動画を見ながら一緒にやりましょう。それでは紹介します。通常キャットバックというと四つん這いになった状態で腰を反らせる、腰を丸めるっていうことを繰り返します。この時に猫背の人っていうのは腰が反れにくい、反り腰の人っていうのは腰が丸まりにくいです。ですので普通にキャットバックをやってしまうとあまり効果を発揮しないんです。そこで今回簡単にできる方法として、正座をした状態でキャットバックを行います。そうすることで自然とお腹をへこませる猫背の姿勢、お腹を持ち上げることによって反った姿勢というのが楽に作れます。これは骨盤を前傾させる、骨盤を後傾させるっていう繰り返しができますので、これが身につくと立った時に反り腰にならずに正しい姿勢というのが身につきます。そうなると自然とお腹が引っ込んだ状態っていうのが作れますので、お腹気になるよって方はこの姿勢の改善からやってみてください。この正座の状態をまず30秒間腰を動かしていきます。その後に中級、上級と腹筋を使うメニューを加えていきます。スマートフォンは顔の前に置いてもらっていきましょう。30秒胸を張る、丸めるってことを繰り返します。いきます、スタート。こういう感じです。あんまり肩は内巻きにならないように胸張ったままで行ってください。こういう感じで張る、丸める、張る、丸めるって繰り返しです。反り腰の方が多いと思うので、反り腰の方はしっかりね腰を丸めてください。 OK です。今の感覚を忘れずにこの2種目やってください。スマホは股の間に置いてもらって、このまま足を交互に足を抱えていきます。さっきと同じように反った腰を丸めるっていうことを繰り返しながら腹筋を行ってください。30秒です。いきます、スタート。こういう感じで、ももを胸につける感じでお腹をへこませてください。手は後ろにつかない方がいいです。保ちながらしっかり足を抱えて腰を丸めながら骨盤を後傾させます。OK です。上級編は寝て行います。寝て体を少し起こします。この状態で軽く足を動かしながら腰を丸めていきます。これを30秒間一緒にいきましょう。スマホ持ったままいきます。腰をつけた状態から少しだけ動かします。スタート。こういう感じで足と上半身がバラバラにならないように腰を丸める意識で動かしていきます。腰を丸めることによって足と上半身が動いてる感じです。お疲れ様でした。
今の3種目セットで行うことで、お腹をへこませるスピードというのがかなり上がってくると思います。猫背の方、反り腰の方、まずは腰とお腹のストレッチをしながら、そこの筋肉を使いながら骨盤の位置というのを正しい位置に持っていくように心がけてください。3種目行いましたけども、自分のレベルがどうだったよっていうのはよかったらコメントで教えてください。初級が1番、上級が3番、そういった感じで数字だけでもいいです。視聴者の方のレベルが知りたいので教えてください。各種 SNS もやってますんで、よかったら説明欄からリンク見てもらってフォローしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。